さんどうもこんにちはね、こんにこんせこんうわどうも皆さんこんこんこんにちは JTB です。キンピーちゃんです。いうわ初心者マーク欲しい。久しぶりにここ通った。酒ゴリラに行こうと思っております。今日はですね、日本で2番目に美味しいと言われている世にも珍しいすっぽんラーメンというものを食べに行きたいと思います。いやーツーリングしながらラーメンなんてもう最高の最高だろうということで、今現在は増田市に東田町周辺にいるんですけれども、これから、山陰道に乗って浜田にあるすっぽんどころ温泉店っていうのかなっていうところに行きたいと思います。マジでさ風強いね今日でもね気温が今日は浜田は29度ぐらいの猛暑日って書かれてたんですけど、全然ねそんなこと感じさせないぐらい涼しいですね。にするってなかなかだと思うんですけど、すげえ煽ってくるじゃん。どうした？トイレか。まあ今日日曜日なんでね、やっぱ車がちょっと多いですよね。まあ、ですけれどもまだまだエストレイちゃんとはあまり仲が深まっていないのでね、慎重に丁寧に行きたいと思います。いや、すっぽんを使った出汁っていうのは一体どんなもんなんかっていう感じがするんですけれども、怖いなここ。でも以前すっぽんが道路に歩いてたことがあって、それを食したことがあるんですけれども、美味しかったですね。すっぽん人生初めて食べましたね、あの時。ちょっとびっくりしましたけれども、島根は食材が道路からやってくるという素晴らしい街でございます後ろのさ白い手がさ結構さ距離近かったんだけど、一旦振り返って顔見たらすげえ速度落としてくれたもん。 Thank you。 あ、バイク1台目発見。うわー、初めてやったんだけど、あーテンション上がった今。すげえ過ごしたけどスーとかやっちゃったえ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ちょっともう一回、もう一回、もう一回。あれ？もう一回、もう一回やりたい、もう一回やりたい、もう一回やりたい。あ、やばい、待って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 。こんな、なんかさ、すごい、今日、バイクの動画出すの3本目とかですよ。初やえもらったわ。超嬉しいんだけど。やばい。サメ山の興奮なんだけど。もう一回バイク来ないかな。楽しい。なんかギャイされるとすげえ前触れって感じいいね、楽しいね、最高だね。超嬉しいんだけど。何、待って、ギャイ引きずりすぎだろあ、ギャイしてくんない、ギャイしてくんないな自分からする勇気はない空を越えてララ星なんかなんか怖いな。マジでもらえなく山陰道だわ。行けるか、行けるか。私車で通るのとわけが違うよな。もうちょっとあれだな、ベテラン感出すしかないな。スイーみたいな。ちょっとその作戦で行こうか。あー、もう分かった。私このさ、前回すごいカタ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 みたいな感じでさ、なんかバイクもう壊れそうな音してたんですけど、対処方法身につけた。ギア下げりゃいいんだいや頭回んないもんなんだって意外と。
でもやっぱ慣れてくうちにさ、対処の仕方が分かってくるから、まあそこはやっぱあのコメントとかでさ教えてもらったんよ。やっぱそれをね実践してった方がいいと思う。私が素直にねバイク乗ってる人たちの言葉に耳を傾けたいと思う。いいですか？ OK OK 一番いい。 OK 行けー、頑張れ。70キロだぞここ。 OK 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 70キロの波に乗るだ。いいよいいよいいよ、いい感じじゃない。これ山陰道です。ここは山陰道というところで、なんだか松江の方まで続いてたり続いてなかったりする場所です。うん、バイクで走ると全然違うね。正直なんか後ろに車いないからっていうのもあるんだけど、やっぱ楽しいねバイクって。左側に合流する感じね。よかった左側いて。あー海きれい、すごい、いいね、いいよ。今日青いよ、空も青いし、あ、ほんといいじゃん。やっぱいいよな日本海って。青いし青いし荒いし青いし。あー前髪がパシャパシャ痛い前髪がパシャパシャ痛いフルフェイス欲しくなってきた。お店到着が11時56分。そこのお店12時頃がマジでなんかお昼のピークらしいんですけど、大丈夫かな。なんか毎度のことなんだけど撮影許可取ってないんだよね。ダメって言われたらどうしよう。外で食うか。ダメか。うわー開けてる、気持ちいい。いいよ浜田、いいよ。うわー緊張する。なんかこの前のカメラの視界もそうだったけどさ、私なんかそんな緊張しいだったっけ。別に今までさそんな緊張もしたなんかする場面ってそんなにないし、あ、緊張する場面がなかったからか。自己完結したもん。ガチガチだって私を初めて見るような感じだったから、なんかいつものピーちゃんじゃないみたいな感じになってたと思うんですけど、あ、ごめんちょっと待って、喋ってたら出口通り過ぎたわ。あちょっと待って、え、誰神楽の話し始めたの。え、誰そんななんかすげえ真面目にどうやってさなんか喋って出口見逃すの。こんな遠ざかっていくんですけど、一人語りに付き合ってもらっちゃったねみんなに。やったわ。まあいいか、元気いいし。ということで次の出口は、600m 先なので間違いなく降りましょう。よいしょ。OK。 やっと普通の道に来れたわ。よっしゃー普通の道来たー、幸せー。車いない。お腹がすいた、お腹がすいた。すごいで、私なんかランチ動画みたいになってる。バイクの、あ出たよ出たよ、縦島のなんてこういうとこで出すかな。この先カーブだったからすごい嫌なんだけど、マジで怖いよあれ。なんだか大きい通りを抜けて山道方面に入ってきました。ここをねりねり進んでいけばすっぽんラーメンに出会えるっていうことですかね。うおー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 おおお。すごいなこれ。あったここやん、ここやん。すんなり入ったはいいけど、着いた。はい到着。よっしゃよっしゃ、着いた着いた。
金ちゃい TV。 一人なんですけど、はい、あ、特製特製ラーメン特製でいただきます。特製一つ。よかったんだ。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。なんかこんな美味しいとこあるのね、知らんかったんだけど。しかも45年も前からやられてるそうですよ、ここ。ちょっとまた来たいな、ここ。はい、ということで今回の動画はこんな感じでうつぽんラーメン食べに来てみました。いやー、マジで美味しかった。本当にぜひ皆さんランチに行ってみてください。一応ね、お店の中の方にも広くて、小さい子供とかでも入れるし、あとは予約もなしにそのまま来てもらって大丈夫だそうなので、ぜひ皆さんランチにちょっとね足伸ばして来てみてください。本当に美味しかったです。美味しかった。日帰り天然温泉とかある、ここ。なんかすんごいほのぼのしてていいな。1200円ですっぽんの唐揚げとすっぽんのラーメン食べれたんだけど、やばくない？美味しいラーメン食べてさ、ちょっと体がほてっちゃったんだけれども、このね山々が私をね冷ましてくれてるっていう、とっても気持ちがいいわ。まあ、あとはゆっくり気をつけて帰りたいと思います。エストリアに乗ってやりたいことはいろいろあるんだけど、あれはねバイク女子友達が欲しい。女子通がしたい。できれば。
ショック、あーショック、せっかく手挙げてくれたのにな、私のバカ、あーなんてなんてなー、あーもう一回時を戻せたなら、あ前にもバイクの人が走ってる、合流しますしちゃダメかえ見た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 すごい今ナチュラルにナチュラルに野営できた気がする、一応もう一回やりたい、もう一回やりたい、あやれたやれたやれたあでしょ、お辞儀のタイプだった、やばい楽しいこんな笑い方しちゃダメだよね、嬉しい、ありがとう、うん、あー楽しいバイクの旅だった。